ありがとうございます。よかったです。そう、バレーね、私見れなかったんだよね。ちょっとお仕事が押しまして見れるかなと思ったんですけど、そう、逆転されてしまったね。悔しいね、あれは本当に。こんばんは。試合があったのはもちろん知ってました。見れたら見たいなと思ってたんですけど、悔しいね。あ、そう、ザーって言ってるのはエアコン。昨日も確かゴルフ夜やってて、めちゃめちゃ接戦すぎて逆に寝れなかったっていう。そう、家帰ってテレビつけたらゴルフやってて、今日からニコ生復活したの？パタゴンのやつがじゃあそろそろ見れるかもしれないね。あのちょっとアイガが言っちゃったやつ。収録だったのね、あれ。それが今月か来月かはちょっとわからないですけど、近々見れるといいですね。そう、非公式チャンネル。またどこかっていうか、まあその非公式さんの X の方で多分ね、告知だったお知らせがあると思うのでお待ちください。そうそう、収録あるって生放送やとちより勘違いしとってさ、今から生放送です見てくださいみたいに言っちゃって、本当にね、ファンの人はびっくりだよね、何の話って感じやけど。まあ、そのちょっとねチラッと匂わせしちゃったものがそろそろじゃあ復活したということで見れるんじゃないかなと思います。こんばんは。17日休み取ってたのにいい公演だった。そうなんですよ、当日はないです、生誕祭当日じゃないんだ。はい、私は当日じゃないです。いつかな、私は多分ね後半の方になると思います。はい。19日来るかと思ったらミキちゃんだった。そう、順番だからね、ミキちゃん、あーや、私の順番になるので、はい、19話見れたん出てくれるのでありがたい、嬉しい。
つもより可愛い、いつも以上に可愛いということですね。ありがとうございます。ミリーちゃんと仲いいの。仲いいよ。仲いいんだ。みんな知らないだろうけど。ほんまですよ。こんばんは。そうだ、一緒にソロ公演した仲だし。実質三つ吉フェスが生誕祭ですか。なんか三つ吉さんが歌うみたいですよ。本当か知らないですけど、歌うみたいですよ三つ吉さんが。バラしてええのか。いや嘘が本当かわからんで、それはもう来た人がわかるものです。はい、遠くにいても歌うかもしれませんし。そう、お江戸でごじゃるが歌うかもしれんし、お月様ペンライトの色って何ですかね。聞いてみよう、聞いてみるわ。そう、チョコだって左利きを踊るかもしれんし、あ、うちらバックダンサーかもしれんね。はあ、その可能性はありますね。なんで美月さんレインボーなが多いの。めっちゃレインボーのコメント多い。なんで、レインボーなイメージ。確かにスキーウェアで踊るかもね。毎年踊ってくれてるので、時間がないもん踊ってくれたし。ミッドナイトで前説やつの今でもジュアル、いやえぐいよねあれ。今でも自分でもなんかただの雑談したしに行くみたいな感じのノリで行ったけど、え、もうとりあえず出てくださいみたいな。打ち合わせなしにとりあえず、まあ美月さんとなんか出てくださいみたいな。はい、そんな感じなんですね。懐かしいですね。なんか今思うともう結構前な感じはするけどね。何時間テレビだ。27時間テレビでしたっけ。そう、水木さん緊張してたから。あ、28時間か、ごめん。27時間はテレビの方になっちゃうね。ミツキフェスどこでやるの。劇場です。ミツキ劇場です。
何をやるかは秘密です。見て、私たちもそんな詳細知らないので、まだ多分今みつきさんがいろいろ練ってくれてる段階だと思います。ホールケーキあるといいけどね。どうなんだろう。まあそれが一個楽しみの一つでもありますね。何かプレゼントがあるんではないだろうかという。はい、おしりんの乱入あるんじゃない。わかんないよ、おしりんさんが空いてたら18。おしりんさんもね、あの方忙しいので、はい、もし忙しいのでね、こんばんは。何かもうろうそく消すかな、やめて。俺は そうですね、明日はなんと次のシングルのね、オンライン特典会があります。もう一昨日ぐらいから始まってるのかな、今日もやってたと思うんですけども、まあぜひね、リアルタイムで見れないよって方は YouTube のアーカイブで見れますので、はい、まあね、平日なのでお仕事の方もいると思うんですけども、ぜひ。私は16時からとかかな、はい、ありますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、皆さんの手に素敵なものが渡るように、私も気持ちを込めて、願いを込めて、はい、書きます、書いたり、まあね、抽選会とかいろいろありますので、そう、秋の衣装です。秋に出るからかな、わからないですけど、はい、あ、そう、あと今日ね告知されたんですけども、バブルというファンの方とこうトークできるツール、はい、まあ、ちょっと SNS が一個ねちょっと追加されまして、はい、ちょっとね、わからない方もたくさん多いと思うんですけど、まあ使いつつできっと慣れてきたりするので、はい、本当になんか LINE みたいな感じかな、簡単に言うと、こう気軽にこうトークできるみたいな感じなので、ちょ、私も初めてやるので、はい、明日からちょっとね送ろうかなと思いますので、ぜひ気になる方は、はい、ぜひ登録してみてください。登録というか、まあ、ダウンロードして、はい、ぜひ私とトークしてくれると嬉しいな。はい、ちょっとね、いろんな SNS の使い分けがちょっと難しいは難しいんですけども、はい、まあ SK メールは SK メール、バブルはバブルで、ちょっとまたね、その方、登録した方に分かるものというか、はい、にちゃんと使い分けていきたいなと思いますので、はい、
ちょっとね多いんですけども、あ、てか今出てたね、ごめん、めちゃめちゃ喋りすぎてごめんね、ありがとう。800どういった、873だ、ありがとうございます。873ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、去年の誕生日530日でした。すごいなんかあれだね、綺麗だね区切りのいいね、900日まであと少し、はいね、1000日が見えてきたはい、本当にショールームが日課になっているので、はい、良きです。そろそろ時間ですね。そろそろ時間ですか。ありがとうございます。今日も、明日は特典会前に、まあ、時間も時間なので、はい、もう準備配信的な感じになっちゃうかもですけども、はい、ちょっと時間を見つつ特典会前にできたらなと思うので、ぜひご覧ください。そして明日はね、ぜひちょっと画面越し、まだ画面越しですけども、はい、ショールームの後は YouTube のね画面越しでお会いしましょう。皆さんよろしくお願いいたします。12時過ぎてても喋ってほしい勝手に切られるよ多分。ありがとうございます。バイバーイ、おやすみー。